タッチタイピングを覚えよう。見ないでキーボードを打つと、能率的で老眼になっても、パソコンが利用できます。なるべくマウスを使わないことが、老眼対策です。左人差し指を、F、キーに。右人差し指を、J キーに置きます。左人差し指は、上から、4、R、F、V、さらに右上から、5、T、G、B、が、守備範囲です。右人差し指は、左上から、6、Y、H、N、さらに上から、7、U、J、M、が、守備範囲です。定番ソフトをダウンロードするには、インターネットを見ます。日本語入力。Windows には、MS、IME がついています。昔から定評の A-TOC や、無料の Google 日本語入力、が、よく使われています。では、MS、IME で説明します。MS、IME。MS、IME のメニューは、ワープロやエディタの文字入力画面で、コントロールキーを押しながら F10 キーで、出てきます。次に、P キーで IME パッド、ダブルキーで単語登録などに切り替えられます。ローマ字漢字から直接ひらがな入力にするには、オルトキーを押しながら、カタカナ、ひらがな、ローマ字キーを押します。漢字から全角英数。などへの切り替えは、コントロールキーを押しながら F10 キーを押し、続けて N キーを押します。IME パッド、コントロールキーを押しながら F10 キーを押し、次に P キーで IME パッドを開きます。文字一覧。手書き、ソフトキーボード、画数、部首検索が出てきます。文字一覧では、ユニコード、シフトジス、ジスなどの文字コードと、フォントを指定できます。パソコンは、シフトジスが使われていましたが、多言語対応のユニコードも、使えるようになり、インターネット上の標準はユニコードになりつつあります。メールなどの文字化けは、これらのコード変換が不適切なことが、原因です。フォントを変えたり、コードを見てみましょう。よく使うショートカットキー。目は良くても、マウスを使わないと格段に、作業が早くなります。よく使うショートカットキーは少ないので、覚えてしまいましょう。ファイルのありかを表示するのを、エクスプローラと言います。スタートボタンを押して、ドキュメントをクリックすると、表示されます。これを、Windows キーを押しながら E キーを、押すと、一発で表示されます。このような Windows キーや、コントロールキーや Alt キーに、E キーや C キーなどを押す方法を、ショートカットキーと言います。アプリを開始するには、Windows キーを押すか、スタートボタンをクリックします。2つのアプリを使っていて、他方へ切り替えるには、Alt キーにタブキーを押して、手を離します。次によく使うのは、コピーに、割り付けです。貼り付けをペーストと言い、省略して、コピペと俗称されます。方法です。どこか、範囲を選択します。シフトキーに右矢印のが、正確です。
次に、コントロールキーを押しながら、C キーを押します。次に、範囲を選択し、コントロールキーを押しながら、V キーで、ペーストします。コピーしないで再取るのは、コントロールキーに X キーです。